そなたらこそ異世界より来たる稀人。ここってどこ？なあトーマ。え？戦争止めちまおうぜ。俺らで同じ境遇の二人だけの仲間だろ。言うなりゃ同郷の兄弟だ。だからお前のことは俺が守ってやるよ。約束だよ、セツ。ああ、約束だ。トーマー！セツ！分かたれた二人の勇者。トーマが生きてやがった。裏で糸を引いて全種族の抹殺を企んでやがる。仕組まれた戦争。ディスティニアの魔族大陸への侵攻は始まった。もう世界は動き出したんだ。そこから間に合うかな。みんなを守れるかな。勇者説。テレビアニメ異世界召喚は2度目です。2023年4月8日放送開始。